ブリッシュバー、陽介です。どうしたんです。マルコです。はい、今日はノックアウトといって、フリースローを順番に打っていって、自分が外したら、そのリバウンドを自分で取って、それを決める。ただ、その決める前に、次の人がフリースローを決めたら、その人はもうアウト。っていう風に、どんどんその勝敗を決めていくノックアウトっていうゲームをやってみたいと思います。ちなみに、ビリになった人には罰ゲームがありますので、期待してください。よろしくお願いします。乾杯。
な。そんなに苦くもまずくもない。ありがとうございました。今日はノックアウトをやりました。まあ練習ではちょっと良かったんですけど、全くいかないんですけど、ちゃんと練習の風景を流してください。ということで、皆さん、またチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。大丈夫。はい。